どうも、皆さん、こんにちは、キヨキヨです。はい、先ほど発表されたアップデート内容、皆さんと一緒に確認していきましょう。はい、ウルトラレアカードが3枚追加されました。皆さん、一緒に見ていくことにしましょう。まず1枚目、ラバーハウンドでございます。こちら、ラバーハウンドはですね、もうね、読んで字のごとく、読んで字のごとくじゃねえな。普通に、まあ、ゴーレムの空飛ぶ版です。そして、なおかつ、パピーが出ます。このパピー、後で皆さんと一緒に私が実際に使ってる動画をですね見ますが、まあ私が一緒に使いますが、パピー恐るべき強さです。そして穴掘り師、こちらはですね、まあ100万は一見にしかずなので、アリーナのねどこにでも置くことができるんですよ。これマジ強いっす。ゴブリンバレルみたいな感じですね。まあ使い方は、はい。そして次、スパーキー、最後のカード、スパーキーでございます。こちらね、まあ、レベルマックスなんですけれども、今、範囲ダメージが1898、そしてダメージ370ってことで、やばいです。範囲攻撃の2000ぐらいですよ。これ、えぐ強いです。まあ、しかし攻撃速度がすごい遅いので、早速実際に使ってみることにしましょう。こちらはですね、今現在アップデートが行われておりません。こちら開発アプリを使わさせていただいております。はい、じゃあですね、使っていくことにしましょう。まず皆さん、気になるのではないでしょうか。ラバハウンド。まずラバハウンド、えぐ強いです。えぐ強い。いきますよ。まずラバハウンド見てみると、1秒で置けます。で、このなんかもうね、なんかもう、今にも墜落しそうな感じですけど、このようにね、どん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 出していくんですが、まあ、攻撃力はまあ、いつも通りないですね。攻撃力は一切ありません。はい。しかし、ちょっと待って、やばい。この人めっちゃガチでやってくるから。しかしですね、このように、どんどんね、どんどん、ラバハウンド攻撃受けていって、ラバハウンドの、いきますよ、パピーがマジで強いです。マジで強い。いきますよ。さあ、残り、これですよ、これ。えぐくないですか？えぐくないですか、これ。要するに、今後ラバハウンドが弾ける場合には、絶対に矢の雨、絶対に相手打ってきます。絶対に矢の雨打ってくるので、矢の雨を使わせるデッキとかがめっちゃ流行りそうですね。さらにラバガゴとかも流行りそうです。では続きまして、こちらの穴掘り師。なんとどこでも置けます。ここに置くとですね、皆さん地面を掘るエフェクトがかかりまして、このようにポンポンやると。なので、例えばラバハウンドを主体にしたデッキっていうのはすごい流行ると思うんですけども、その穴掘り師を主体にしたデッキは多分生まれないと思います。はい。で、まあ、穴掘り師はもう最後のね、一撃とかに、こう、強いですよね。はい。そして続きまして、こちら皆さん、戦車みたいなスパーキー、なんと、動き回ります。はい。置くとですね、動き回るんですよ。動き回るんです、こいつ。で、こう、溜めて撃つんですよ。で、今、バーバリアンみたいな、ナイトが今一瞬でやられましたけど、これがエグいんですよね。めちゃエグいですよ。じゃあちょっとね、ですね、タワーに対してのダメージをちょっと実際に見ていくことにしましょう。いきますよ。で、割と防御力もあるんですよ。このダメージ。エグないですか、これ。え？ちょっとね、これはスパーキーエグいんじゃないかと。しかしですね、スパーキーは無差別攻撃ですので、スパーキーの通り道に例えばゴブリン出されちゃったりとか、あとは、なんつうんですか、スケルトンとか出されちゃったりすると対応されてしまいますので、まあまあもちろん、まあ巨大スケルトンみたいな使い方ができんのかなとか思いつつ、でございました。はい。今回のですね、情報はこちらの3枚が追加されるということでした。ということでご視聴ありがとうございました。じゃんじゃん、チャンネル登録してね。チャンネル登録をしていただけると私のモチベーションがぐーっと上がりますので、ぜひとも皆さんチャンネル登録よろしくお願いいたします。